皆さん、じゃあトリピです。ということで本日はですね、はい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 、はいはい、この丁寧に梱包してもらったポケモンカードのボックス開封やっていきたいと思います。結構前のだから激レアなボックスとかも入ってそうなんだよな。やばー、ソークストリーム、これもドラゴンタイプ、きたー、ロストアビスでございます。超タイプは、いえー、懐かしすぎる、漆黒のガイストです。これもう激レアボックスになってるわ。ってことはもしかしてこっちあれなんじゃない、白銀のランスじゃない。はい、あ、正解でございます。これがねセット販売されていたんでね。ドラゴンもう一個あるけど、これ装空があるってことは、同時発売のあいつだね。来ました、マチンパーフェクト。超タイプは、あ、これは来た、フュージョンアーツです。無色のこいつは、嘘でしょ、やばすぎる未開封ボックスが出てきてしまいました。EV ローズです。ポケモンカード界を震撼させた神ボックスです。何が出ても当たり、マクワ以外。これには星マークが右上についてんだけど、あ、ダークファンタズマと、あ、なるほどね、バトルリージョンが入ってました。さあ、そして最後がVMAX、クライマックス。まさかのシャイニースター V です。今ではもう超貴重なボックスです。ということで、こちら11ボックス開封やっていきたいと思います。たださすがにちょっと量多すぎるんで、まあ5、6ぐらいに分けよっかな。今回の動画で今から開封するのは、まあさすがにこれ俺我慢できないから、メインディッシュが。あと激アツなのはここら辺だよね。漆黒のガイストでカトレアチャレンジしたいのと、まあせっかくだったらね、同時発売の白銀も。で、フュージョンアーツ、これは早めに開封してバトルビップパスを救出しよう。あとはこん中だったらやっぱり取り扱いチャレンジ見たいんじゃないですか。マリーとか出る可能性もあるしね。ということで今からこの5ボックスを合成にも開封していきたいと思います。まあ残りのね、ここら辺もやばいんだけど、レッグズチャレンジとかは後半に取っておきましょう。早速開封やっていきたいと思います。さあ、それじゃあまずはフュージョンアーツ開封準備できたんで、これから開けていきたいと思います。ミュー VMAX のデッキを作るためのパックっすね。2年以上前のパックなんだけど、ミュー VMAX は未だに環境デッキっていうか、もう2年半ずっと環境にちゃんといましたね。このデッキと相性がいいね。ウロボとかがプロモなのに必須カードになってしまったりと、いろいろ事件を起こしてしまいましたが、未だにシティでも、まあめちゃくちゃティア1ってわけじゃないけど、今リザードンとかね、ギラティナとか、そこら辺が強いんで、まあパオシアンとかと同じぐらいの使用率にはなってるんじゃないかな。まだミュー VMAX、もうちょっとでレギュレーションはね、いいレギなんで落ちるんですけれども、大会とかでも使ってる人がいると、最近のなんか四天王決定戦でもミュー使ってますね。あえて喧嘩に V、たまに LO とかのアタッカーとして入っている。あとはこのパックで言うと、バトルビップパスだね。バトルビップパスは、そんなにね、めっちゃ評価されてたわけじゃないんだけど、今では、まさかの必須カード、もうほぼどんなデッキにでもね、入って4枚入ってくるみたいな。ポケモンカードは56枚で戦うカードゲームになってるのはバトルビップパスのおかげです。そのバトルビップパスも、あ、来たー、ありがとうございます。多分今月かな、京都シールでレギュレーションの変更のお知らせ来ると思うんすよ。それで終わるかな。はい、で、ミュー V だね。で、SR 異常枠についてはまだ話してないんだけど、もちろんね、ミュー V の SR とかスペシャルアートレアとか、ミュー VMAX のスペシャルアートレア、そこら辺が出てきてくれたら、もう最強に大当たりであると。あ、欲張りっすとかもここか。こう見ると結構面白いカード入ってたな。はい、昨日ここは、シャンデラ VMAX。当時なんかイラストエラーとかがあったとかなかったとか、そういうのが話題になった気がする。はい、キノココさん。まあ、バトルビューパスはね、俺も、まだ全然足りてないんで、あと数ヶ月の命だからこそ、早めに開封して、回収しておくっていうね。でも正直バトルビューパスが落ちてくれるの、嬉しいわ。俺バトルビップパス、さすがに使ってるけど、割とアンチだったからな。なんや、先行行った目に、引けるかどうかのだけのカードって。上振れ下振れじゃねえかと思って、あんまり入れてなかったんだけど、最初の頃は。大会とか持ってくときは、さすがに強いってことで入れてますね。はい、自分に負けました。SR、あと、カミツレとかか。カミツレのきらめきの SR とかが、超大当たりですが、俺は絶対に、ミュー VMAX の、スペシャルアートレアを出します。パルス1ダブルレアめっちゃ出てくる。え、つか最後まで出てこない、そんなことあるか。はい、うわー、ゲームセクト V のスペシャルアートレアが出てくれました。ドーブルかわよいな、これ。ミュー VMAX のデッキはこのゲノセクト V の特性があるから強いとまで言われてるからな。ただ今の、ミューのデッキは基本的には雪道ミューが流行ってんだったっけ。まさかの自分でフュージョンシステムを止めるっていう。
何があるか分かりません。はい、で紙つれに、さあ残り3パックだが、まあ、SR は出たんでサクサク見ていきましょうか。はい、こんな感じで、あ、いいね、スポンジグローブ、メッソンを一時期借り尽くしておりました。はい、以上です。いや、一箱目からかなり順調なんじゃないですか？ただ、バトルビームパス1枚なんだ。残念、そこは。さあ、続きまして、漆黒のガイスト、開封しましょうか。もう、これは完全に絶版ですね。こっから、黒馬 VMAX のスペシャルアートレアとか出たら、とんでもないことになるよ。これはもう3年以上前の、パックなんで、マジで、環境で荒ぶった黒馬 VMAX、愛の戦士の相棒としても、知られる。やっぱこう見るとポケモンカードってパッケージポケモン強いよな。当たりは、まあ、黒馬とかカトレアが抜けてはいるんだけれども、他にもね、ゼラオロのスペシャルアートレアとか、シャクヤの SR とか、あとは黒馬 V のね、スペシャルアートレアとか、そこら辺も、超大当たりなんで、出てきてくれたら、かなり嬉しいカードではありますと。ファイアロにカトレアさんね、これの SR、来てください、お願いします。あとこれ黒馬超タイプだから、ウルトラレアは、超エネルギーのやつが入ってるかな。それが、あ、ゼラオラね。このゼラオラもね、かなり使われておりましたよ。連撃でね、ベンチ狙撃をしてくると、この時代にも漆黒のガイストが開けれる幸せでございます。なんか光ってたよ。これあるんじゃない？あ、クレセリア、これもなんか、ちょこっと使われていたな。マダノガスとかもね、悪タイプを2倍にするんで、ちょっとありましたね。うわー、出た！黒馬、今黒馬はですね、今の環境だと、ネイティオの特性と、ミュウツーぐらいにね、生まれ変わってね、使われてるんで。まあ、基本はネイティオだね。ネイティオが冥界の扉みたいな特性で、確かミュウツーが大ガイストみたいな技してるんで。今は2枚あれば、黒馬 VMAX のデッキみたいな動きができます。まあ、楽しいよね。ネイティオは普通に強いと思うんで。はい、ラムカスからのゴリランダーに、はい、グローブです。ぐちゃぐちゃになってくるが、まだ SR は来て、いない！はい、ゴルダック。いや、もうそろそろ出るよ、これ。うわ、光ってる。これじゃない？これじゃない？はい！違う。お、黒馬 V のラインが来てくれた。これ当時のパックだったらかなり嬉しかったよ。黒馬のデッキが組めるってことで。喜んでいるはずだが、やばい！また最後の方になってる。動画的にはだいぶ助かるが、はい！またドガース。キクコ、やばい！キクコが入ってる。サポートが来たのに、カトレアではなく、キクコだったら、とても悲しい。メタグロス VMAX。さあ、お願い。なんか、これ、やばい。本当に。待って、最後の1パック。あと2パックしかないぞ、これ。これ、どっちかです。こっちだ、多分。じゃあ、光ってるポケモンだ。はい。うわー、メタグロス V だ。まあ、こっちじゃないけど、メタグロスといえば、俺に最初にエクゾディアを見せてくれた。俺のトラウマカードだからな。なんかキラキラ光って出るのはちょっと運命を感じてしまうわ。ありがとうございます。じゃあ漆黒開封したんで、その流れで白銀のランスも開けていきたいと思います。さあ、それじゃあ順番に白銀のランスから開封やっていきたいと思います。まずはキルリアさんが来たミラージステップのサーライトのやつに入ってるやつですね。まあ、このパックはね、やっばーいきなり来たんだけど。え、でもめっちゃいいじゃん。アスナの SR、ありがとうございます。ピオニーじゃなくてよかった。こりゃ普通に当たりカードが、出てくれましたね。で、まあ、ちょっとだけ話をするならば、頂への雪道が入ってるパックなんですよ。それがもうちょっとしたら、使えなくなるってことなんで、ポケモンカードどうなるんだろうね。雪道出た時はやべえカード出たな、みたいな感じに思ってたけど、今はそれがあるからなんか、雪道なんじゃまとかして、逆転とかしたりするカードゲームになってるからな。マジで環境が全然わからんわ。もうちょっとの、寿命ですね。さあ、で、まあ、一応白馬1枚ぐらい見ときたいけど、まあ、なんだかんだでね、俺もね、黒馬の方が、パック的には好きだったんで、すぐに、あー出た！これね、この頂への雪道、いいレギュレーションのカードが、多分もうそろそろお亡くなりになるはずなんですね。まあ、正直、黒馬のパックの方が思い入れは多いかもしんない。まあ、ラルトスが結構入ってるね。で、白馬ですね。白馬は一時期めちゃくちゃに強かった。俺もシティリーグとかに何度か持って行ったことがあります。まあ、それ言ったらミュウも持って行ったことあるし、大体のパッケージポケモンのデッキは組んで、なんかなんだかんだで大会に持ってってる気がするわ。お、白馬ライン揃った。あ、あと、ピオニーさんですよ。こいつはですね、なんか今だとね、ミライドンのデッキとかが環境で、モココとか、あ、そこら辺を入れずに、
まあ、ピオニーとかで組んでる方とかが結果残してたりしてますよね。だから最近でも使われるカード。なんだったらミライドンはかなり強いデッキなんだけど、モココとかがレギュレーション落ちしてエレキダイナモが使えなくなったら、どういう風にデッキを組まないといけないのか、かなり見物ですね。はい。で、まあ、サーナイトのね、さっき喋ってなかったけど、アルカナシャイン。これはめちゃくちゃにね、サーナイトデッキで、今でこそちょっと数は少なくなってきたんだけど、クロリザとかにね、蹂躙されてしまうから。それでもポケモンカードの中で一番強いと、ちょっと前まで言われていた、サーナイトデッキの、要になっているカード。アルカナシャインも、実はここで出てたのか。そっか、出た瞬間すぐはそんな使われてなかったんだけど、やっぱサーナイト EX と合わせてみたいな、そんな感じっすね。じゃあそうなるとサーナイト EX、アタッカーいなくなっちゃうな、これ。サーナイトも次のなんかレギ落ちとかで、かなり変わりそうですね、立ち位置が。あんまり次のレギ落ちに影響を受けないデッキって何なんだろうね。ちょっと俺もわかんないんで、コメントで教えてください。だいたいこの白銀のランスで喋りたいことは終わったんで、残りはね、多分倍速になってると思います。はい、ということで、SR 枠は、アスナさんが出てくれたと。これはかなり、よかったよかった。メインディッシュを残してるんですけれども、シャイニースター V からにするか。EV ヒーローズを最後にします。ということで、シャイニースター V、開封やっていきたいと思います。まあ、色違いのポケモンが1ボックスで1枚は確定で入っていて、サポートの SR は、まあ、50% ぐらいの確率で入ってる。まあ、そこで俺は、取り扱いを地引きすると、そういうことです。もしかしたらこれが、最後の取り扱い地引きになるかもしれないしね。俺、ちゃんと、自分で、取り扱い当てて、当たり BGM 流してよ。お願いだよ。それを許してくれ。今だったらね、シャイニートレジャーか。シャイニートレジャーとかが診断で発売してね、いろいろ開封動画とかも上げましたけれども、それと同じシリーズだね。おー、パッチラコン出てくれた。ありがとうございます。で、ザマゼンダメに欲張りす。しかも、サポートの SR が抜けたら、全部流そう。うわ、懐かしい。アメージングだ。あ、で、普通の釣り竿。ここすごい釣り竿じゃないからね。もう使えなくなってるやつですね。なんかすげえ光ってないこれ。やりくりとかめっちゃ強かったね。超懐かしいわ。これ大丈夫？あー、SSR だ。これゴリランダーっぽい。どう？おー、ロンゲ、アクタイプです。これ一回なんか俺大会とかでビグゾーとかと話してる時に使おうとしてたんだよな。草タイプ弱点が当時なんか意外と刺されないから強いんじゃないかって思ったんだけど、結局やめましたね。まあ SSR はね、とりあえず、あ、叩っこかわいい。とりあえず大丈夫ですよ。問題は、SR 枠。ここでちゃんと、取り扱いが出るのか。大事です。はい。あー、取り扱い出た。ありがとう。嬉しいぜ。からの、2枚箱待って。アメージングレア2枚箱ってさ、SR 枠出ますこれ。ちょっと、さすがにね、3年ぐらい前のパックなんで、ちゃんと覚えてないけど、普通アメージング枠って、取り扱い来たー！肝ミラー。このミラーの光り方俺あんま好きじゃないんだよな。なんかアメージング枠って1ボックスに1枚だったはずなんすよ。それが2枚出たってことは、これ珍しいんですけど、やったー！アーモーガーの色違い！これ当たりでしょ？こっちでいいわ。もうこれで、もう BGM 流します。多分なんだけど、俺の予想が正しければ、サポート SR 出ません、これ。残念ながら。多分出ません。多分ね。ボールガーイ！マチンキー。うわ、懐かしい。このさ、マタドガスとかめちゃくちゃ流行ったよね、これ。クソ厄介だったんだよ、特性を止めるカード。あれでめっちゃ時間かかるのに、あれで毒ダメージで倒していくデッキ。あー、やっぱなかった、終わった。ただ見てくださいよ、この、俺の相棒、アーマーが一番ね、ソード&シールドで好きなポケモンプラス、取り扱い、ミラーまで手に入れたんで、これはもうね、取り扱いの SR が当たったことにします。はい。さあ、ということで、本日、最後のボックス開封になります。俺は残りの人生で、あと何箱 EV ヒーローズのパックを開封できるのか、多分めっちゃもう残り少ないんで、一個一個大切に開けていきたいと思います。出てきてくれ！フランキー V マックス！やべえ、緊張してきた！開けていきたいと思います。順番に見ていきます。マクワだけはやめてくれ。マクワだけ、あ、いきなりね、これいいよ。幸先いいですよ。これのスペシャルアートレアが出てしまったら、俺はこの動画の中で発狂します。さあ、ベロバーガー、ぐんぐんシェイク。いいカードですね。懐かしいです。ぐんぐんシェイクを使ったトリッキーなデッキとかもね、たくさんあげましたけれども、今はそうではありません。まあ、このパックはね、
言わないでもわかると思うんですけれども、スペシャルアートレアが全部当たりの超お祭りパックでございます。あとはサポートの SR はね、アロマなお姉さんと、あ、こいつだ、こいつがいるんですよこのマクアが出てしまったら、かなり残念で、あと普通の SR もね、全部ブイズなんですよ。全部ブイズだから、まあ、スペシャルアートレアじゃなかったらちょっと残念であるんだけど、それでも普通にちょっとだけテンションが上がる、そんなカードしか入っていないパックでございます。なんかね、パックの開封準備してる時に思ったんだけど、すごいね、ここら辺のパック質がいいわ。開封のこのハサミ入れやすかった。最近のパックなんかふにゃふにゃしてるからな。うわー、めっちゃ光ってる気がする。めっちゃ光ってる気がする。いや、 SR かスペシャルアトリアかわからんけど、とりあえずマクアではない。いいぞいいぞ、いきます。最後の SR チャレンジ、ありがとうございます。うわー、シャーズかわいいよ、お前は可愛い。だからいいんだよ。とても嬉しい、僕は。本当にありがとう。本当に。ありがとう、シャワーズさん。もしわがままが許されるなら、スペシャルアートレアが出てくれたら嬉しかったけど。いや、でも SR のシャワーズ、可愛いじゃないか。2枚箱の可能性はあります。はい。2枚箱の可能性はめちゃくちゃイブヒローズ報告されているんで、つか俺も当てたことあるんで、とりあえず、それを期待していきながら、サクサクと、残り開けていきたいと思います。お願い。おほほー、びっくりした。ニフィア嬉しいけど、俺ニフィア VMAX のデッキはめちゃくちゃに好きで、超なんか俺でもなんかこのデッキ使ってる時すげー彼だから、超大好きなデッキ、しかも可愛いっていう完璧なデッキだったんですけど、今はもう違うんです。今欲しいのはそれじゃないんです。 SR2 枚箱という細い勝ち筋にかけた男、ブースター。やっぱ可愛いポケモンしか出てこないパックは最高だ。でも違うんだ。俺は出さなきゃいけねえ。出さなきゃシャワーズ1枚で終わっちまう。うわー、助けて。マクアでもいい。マクアでもいい。助けて、マクア。うわー。はい、ということで、今回の激レアボックスを5箱開封したのかな。そこで出たカードが、ゲノセクトメタグロスアスナオーロンゲシャワーズ、でございました。かなり楽しい開封ができたんで、僕的には大満足ではあるんですけれども、欲深い俺がね、超大当たりを抜きたかったと、そう言ってるわけなんですよ。それはですね、後半のこちらのボックス、ここから出したいと思います。もうなんだったらレックズ VMAX 出します。ギラティナの SA 出します。ということで、ここまで動画見てくださってありがとうございます。また明日のドリッピーの動画も見てください。じゃあな。